ジョン・ローンはイギリス領時代の香港出身でアメリカの映画俳優。本名は国領。1949年誕生説、1951年誕生説も。エキゾチックな顔立ちと渋い美声、重厚な身のこなしで人気を呼び、代表作、イヤー・オブ・ザ・ドラゴン、ラスト・エンペラーなどで一躍人気を博した。詳しい出生についてはあまり公表されていない。 国境内戦後の動乱の中、孤児として育ち、老女に引き取られて養育された。しかし、生活苦のため老女も彼を手放すことになる。児童養護施設の中で出会った競劇の魅力に取り憑かれ、10歳の時に上海で活躍した有名、竹明役者の粉喫下が香港に設立した春秋技劇学校に入学し、18歳まで演武、武道などの基礎的なレッスンを受けた。 同門には、ラムチェンイン、先月賞、女優のジョセフィーン社を、コニーチャンラがいる。本格的な俳優として、キャリアを積むのは18歳からで、舞台、TV を経て、香港随一の大映画会社賞ブラザースからの、カンフー映画に主演で出演するという契約を決って、アメリカに渡り、カリフォルニア州のサンターナカレッジを5年かかって卒業。パサデナの演劇スクールで学びながら、 日系俳優、マコガン賞や、ジェームズ・ホンラが設立した、東洋系俳優劇団、イースト・エスト・プレイヤーズに参加し、たちまち頭角を表した。ニューヨークで演出、上演した、FOB と演出、振り付け、出演をこなした、ダンス劇の、ザ・ダンス・ザ・レール・ロードにより、ニューヨークで上演された、優れた舞台に与えられるオビー賞の、 1981年度パフォーマンス賞を獲得した。FOB は同年のベストニューアメリカンプレイ賞も獲得している。オフブロードウェイ時代に日系俳優マコガン賞と親交を結び、1972年公開の東京のエキストラでデビュー。続く1976年公開のキングコングを経て1984年公開のアイスマンでは、 氷河時代から現代に蘇ったアイスマンという難役を演じた。しかし、この時は特殊メイクで顔の大半は判別できず、言葉も通じないためセリフも希少というものだった。俳優ジョン・ローンが世界中でブレイクするのは1985年公開の奇載マイケル・チミの監督作イヤー・オブ・ザ・ドラゴンで演じた若きチャイニーズ・マフィアの投了役である。 この作品でジョンは第43回ゴールデングローブ賞の助演団優勝にノミネートされ、チミノがかつてディアハンターでクリストファー・ウォーケンをブレイクさせたように、ジョンをハリウッドにおけるトップスターに押し上げられることとなった。翌年にはラスト時頃に出演。そして1987年、身長最後の皇帝であり満州国の苦悩の皇帝として戦中を生きた。 愛深架クラフギを演じたラストエンペラーで人気を決定づけた。後年、フギ役と孤児として育った自分自身の孤独な老い立ちと青年期を常に脳裏にダブらせたと彼自身は懐術している。ラストエンペラーの成功以後はハリウッド映画を中心に悪役やインパクトのある脇役でも出演をするようになる。1993年デビット・クローネンバーグ監督の M バタフライでは、脅劇俳優の顔と、演技派俳優の顔の双方が交差する奥深さを見せつけた。しかし、1990年代後半頃から、出演作品は激減し、キャリアはやや下降線を描いていたが、2001年公開の、ラッシュアワー2で、チャイニーズマフィア役を演じたほか、2005年のカナダ映画、プライベートムーンでは、日本の女優、 清水美佐の夫役などでカムバックを果たした。ありがとうございます。